J リーグサッカーチャンネルのつつんです。といとで、今回は月刊浦和列ということでございまして、かゆい8月、見えつつあるラーの理想形という話でございまして、やっていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございまして、久しぶりの月刊シリーズでございます。シリーズというか、勝手に僕がやっているだけであるんですけども、まあ、月刊浦和列ということでございまして、やっていきましょうかね。まあ、ほんとね、かゆい8月でございました。こう、なんていうんですか、かゆいところに手が届かないと言いますかです、ね、こうもやもやっとするというか、そういうゲームばっかりの 8月でございましたですね。もともとま見えつつある裏の理想型、まあ、裏の理想系というか、まあこのメンバーでもう今年はやっていくという話でございましたおそらく今年のこの8月以降のメンバーが来年以降のま中心メンバーになる優勝に優勝に向けた中心メンバーになるということでございましてそこでやっぱりこう、あリカルド監督のめ、まあ、理想というのはこういうものなんだなっていうのがいくつか見えてきましたな。そこの話をしていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、も、まあ、このチャンネルはですねご覧の通り裏レッそして J J リーグは九州のチームをやっております、そしてサブチャンネルの方では J1 の J リ,ーグか J リーグ全般の話をしております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでございまして、今日雑談テーマ、一応準備してきました。まあ、質問でですね人生で一番頑張ったことは何ですかという話にはなってくるんですけども、実は僕、ものすごいダイエットを頑張っていたんですね。まああのダイエット、まあ一時期、あとから話すんですけども、まあ、マックスえマックス28キロぐらい落としましたね。この28キロ、じゃあどうやって落としたのかという話を最後、雑談でやっていこうと思っておりますけどもね、まあ、あのどうでもいい 人は聞かなくていいです、はい、そこは本当雑談は自由でございますねまず本編行きましょうか、ね、というとこ,はこちらでございますね チーム成績8月終わった時点でのチーム成績は現在勝ち点45で7位でございますねなんかこうねやっぱり今年の J リーグ、まあ、毎年そうなんですけどもだんだんこうね上とね半ばと真ん中と下の差が開いていると言いますかですね第一グループ第二グループ第三グループみたいな感じで、ね、最近よく分かれているなという感じがしております勝ち点45で7位っていうのはちょっとこの時期にしては低いなって感じがしております大体いいこの時期勝ち点45あれば、まあ、優勝争いとかまあ、うん、ベスト5に入っているのが 普通からと僕は思うんですけども感覚的に勝ち点45で7位なのかっていう話がうんしていてそこもだからもやもやかゆいなっていう感じがしているんですよね、決して負けていないという話でございますね、そしてこちらえ8月のじゃあ対戦成績を見ていきましょうちいう話にはなってくるんですけれども、対札幌、1対2で敗れる、ここからスタートでございましたねこの時ははコオロギがスタメンでねなかなか動きがやっぱり重くて活躍できるちいう話にはなっていて、そこからちょっっとやっぱ不安だな、うまくいかんなっていう話になっていたんですけれども、スには2対1。 勝利そして、まあ、ここから徳島、広島、湘南ということでございまして、まあ、一応、ここから、えー、徳島、広島、湘南やっぱりここが一応、もやっとする3連戦だったのかという感じがしております、まあ、うん札幌も、ね、負けたんで、ね、もやっと負けたんで、まあ、もやっとというか、まあ、しょうがないよね、まあ、これは負けるんだから当たり前だよねもやっとして当たり前なんだよねという話でございまして鳥栖、まあ、にはまあ一応、複数得点取ってあ勝ったのでよかったねという感じがしていたんですけれどもここから徳島、広島に2連勝して勝ったんだけどもなんかもやっとするなというなんか、ね、懐かしい感覚がしてきてですね ね、そして湘南に昨日、泥、えー、ということになりました、泥、まあ、に終わったんですけども、3試合連続無失点、そしてこれ、えー、と途中の天皇杯の京都戦も入れると、まあ、4試合連続無失点ではあるんですけども、もやっとしているという話でございまして、だから、まあ、最初の札幌戦除いて、公式戦の5試合という、まあ、都合のいいように切り取ると、ですね、まあ、裏、実は、ね、4勝1分けということでございますて、4勝1分け、公式戦直近5試合、4勝1分けなら立派じゃんちいう話なんですけども、なんかこうね、もやっとするとか、 かゆ、えー、いなって感じがうんしておりますけどやっぱりそこはね シュートのまずシュート数が少ないっていうのとか、まあえー、決定機も少ないという話でございまして、まあ、シュート数少ないわけではない、まあ、10本近く打ってはいるので極端に少ないわけではないんですけどもなんかこう打たされたとか、ね、そこから打っても厳しいよねみたいなシュートが多いと言いますかでも決定機がとりあえず少ない本当シュート不足というよりも決定機不足なのが今の浦和レッズ決定機がもっと増えればねこうなんか期待もできるんですけどもやっぱりこう決定力不足というよりも決定機不足に陥っている浦和レッズなのかって感じがしておりますけど。 もうねはいそしてこちら、なんかうまくいかないな、本当こう、なんかうまくいかないなとかう、うまくいってないじゃないか、バカ野郎っていうよりも、なんかうまくいかないな、ちょっともやっとふわっとした感じで、だからこそかゆいという話でございますね、そしてまあ、勝ち試合も,も,うまいも、もやもやもこれもさっきも言ったんですけれども、勝ってはいるんだけども、本当に勝ったのかっちゅうですね、こう終わったあとになんか、えっ って感じのなんかね、感じがしていて、なんかこう、もやっとするというか、すっきりしないゲームが、え続いておりますけれどもね、じゃあ、主導権は握れているのか、選手たちの満足度はどうなんだい応ちょ、反連心にはここはなってきます。ここがだから、やっぱ、ミソになってくるような感じがえしておりますけれどもね、まあ、浦和レッやっぱりね、リカード監督も、主導権を握りたい、自分たちでボールを握っていきたいという話は毎回しているんですけれども、しかしそこがなかなか改善されない、そして、まあ、選手たちは満足しているのかっていう話になってくるんですけども、やっぱりこう、なんか、勝った試合、1対0でも勝った試合では結構、 満足しているる感じはあるもちろんこう、勝った試合なんでね、こうあんまりこうネガティブにもマイナスなとこばかりね、悪いとこばっかり、改善点ばっかり言ってもしょうがないんですけども、こうあんまりこう、なんだろうん、選手のコメントも結構前向きで、まあ前向き、前向きはいいんですけどもね、前向きはいいんですけどもね、なんかそこをもやっとするのかという感じがうんしていて、ね、で、選手たちはだから満足はしているのかな、もっとボールが持てればいいけども、今は選手たちも我慢の時そして、えー、結果を出す時ということでございまして、まあ、結果が出ればとりあえずいいとしているのかという感じが、えー、しますし、我々サポーターもですね、やっぱりこう なんだろう。今年がまあ3年計画の2年目だからこそね。まあ、なんかこう3年計画の2年目も結構もやっとしています。けれどもね。なんかこうね。まあえー、実際今年1年目みたいな感じはまあするんですけどもまあ、んなんかね。こう 我慢の時とはもちろん思うんですけども我慢の時と思うんでそれをまあその成長を楽しむのが今の時期であるんでまあ結果がある程度出ているんでもやっとするのがおかしいという話になってくるかもしれないんですけどもねであと今の浦今和はやっぱ春先の名古屋に似ているという話でえございまして春先の名古屋もなんか稲垣選手のすごいミドルシュートが決まってなんか全部1対0で勝っちゃったよねみたいなゲームが多かったまあ守備は硬いという話であるんですけどもそこと今似ている浦和もね春先の名古屋と今,今も名古屋守備硬いですけども春先の名古屋は特にそうでした本当1-0とかで勝つのが ほとんどのゲームだったんで、なんかこうね、ね名古屋、毎回1-0で勝ってんじゃんとか、接戦勝ってんじゃん、すげえじゃんちょ話であったんですけども、しかし、やっぱりこうね、ガクッと来るときは急に来るわけで、えー、ございまして、名古屋も一時期調子を落としてたる時期も、えー、ありました、でそういうことで、今、も裏もなんとなく勝ってしまっている、不安定な足場の上に立っているのかって感じはしておりますけどもね。はい で8月のポゼッション中話でございました、これは左が浦和レッドの数字になりますねで、まあ、どれだけ浦和レッドが主導権握ったか中話になってくるんですけど対札幌には49対51で、まあ、浦和が敗れる、そして、えー、対ソースにも47対53、そして徳島には36対64、そして、えー、対広島は40対60、そして、昨日の湘南戦で言うと、まあ、これ、昨日なんですけどもね、ね、えー、対湘南で言うと52対48ということでございまして、まあ、勝った試合、ポゼッションで勝ってる試合もあるんですけども、やっぱりそれでもねまあ、まあ、ほぼほぼ同数だよねみたいな感じで。えー 見てもらうのがまあこれはいいのかって感じがしているそういう意味で主導権握ったゲーム中のはこのまま1ヶ月間見るとなかなかなかったっていう話でございましてまだちょっと春先とかゴールデンウィーク前とか夏前ですねの方がえ主導権握っていたゲームは多かったのかっていう感じがしていますこれがだからねあえて相手にあえて相手にボールを持たせるとかそういう作戦であればいいんですよは徳島とかみたいにまあ相手にある程度ボールを持たせてもうまあこっちがカウンター仕掛ければ一発で沈めれるよねみたいなあんまりボールを持たせても怖くないよねみたいなチームに持たせるの いいんでですけどももそれでもしかし、まあチームのまあ骨格といいますか、狙いとして、自たちがボールを主体的に持って動かそうっていうねチームでございますので、相手にあえてボールを持たせたっちうのはなかったのかって感じがえしていて、そこはやっぱりリカード監督の悩みの一つなのかって感じがしております。まあ、リカード監督自身も正直 J1 での監督初めてなんですよね。もちろん J2 での経験は長いんですけども、J1 での戦いを初めてということでございまして、やっぱり準備してきたものがもしかしたらやっぱりうまくいってないとこっちいうのは結構あると思います。そこもやっぱり ねまあ、我々期待しないといけない、来年以降の進化に、えー、期待しないといけないのかという感じがしていて、本当見守るとき、本当かゆいんです、本当かゆいところに手が届かないという感じで、あってもやもやしてるんですけども、このポゼッションが来年どう変わるか、そこは一と注目して、えー、見ていこうかという感じがしております。もちろん、まあ、ポゼッションが、ね、高ければいいとか、悪いとかじゃないんですけども、しかし、まあ、浦和レッドの場合は、この、えー、チームで自分たちでボールを主体的に持って、えー、動かしていこうというチームでございますので、まあ、この、えー、チームスタイル、チームがやりたいことができているかどうか のつポゼッション率も分かるという話でございますこの数字の改善をま期待していきましょうという話でございますね。はいそしてこちら じゃそんな中の改善点は、えー、どういうことがあるんですかという話でございますこれポジティブな話ですね。まあ、改善点、改善できた点でございますね。改善点って言い方したらおかしい名前、まあ、いいか、えー、改善できた点でございますね。まあ,あと、平野ね平野選手の加入でまあそこからの形は良くなっいと、まあ、要はアンカー的に平野選手を置いて、そこから後ろからしっかりビルドアップをしていく。まあ、裏の多分ビルドアップのときは後ろ3枚回しとか、まあまあ、2枚で回すことほぼないんですけど、もねまあ、3枚で回してセンターバックの中央に平野選手が落ちてくるとか、まあ、この双方からのビルドアップの 本当劇的に良くなったのかなって感じがえしておりますけれども、ね、も本当このね平野選手、頭がいい選手だなって感じがえしております、本当体の向きと反対側にボールが出せたりとかするんで、相手の反応が少し遅れたりするんで、やっぱりこうなかなか裏にいなかったタイプでございますので、この加入、結構、平野選手の加入というのは本当に大きいな感じがしておりますけれど、もねそして外の境、中のショルツーの硬さということございまして、まあ、本当境の守備というのは惚れ惚れすると言いますからです、ねまあ、たまにですねこうゴールキーパーとか、まあ、ディフェンダーでもそうなんですけれども、 このゴールキーパー、このディフェンダーを見るために金を払う価値があるそういう選手がいるんですけれども、酒井宏樹今、そういう選手に完全になっておりますので、酒、まあ、井宏樹って言ったら僕が本当に昔、中学生中学生は言い過ぎかそれは言い過ぎた、さすがに、えー、20歳過ぎの頃ですね20歳過ぎの頃の酒、まあ、井宏樹が、えー、出てきたときは攻撃的サイドバックみたいなイメージがあってです、ね本当、高精度高、高速クロスみたいな、酒、ね、井宏樹の代名詞と言ったら高速クロスだよね、中、まあ、本当攻撃的な選手のイメージだったんですけど、やっぱりマルセイユに行ってか、守備の こう学んだ守備をやっぱしっかりやらないと、えー、使ってもらえないという話でございましてそこでの進化、それを本当見事 J リ,ーグに、まあえー、J リーグに見せてくれているそこをやっぱ還元してくれているという話で、えー、ございますね、これやっぱ坂井宏樹と、ね、対峙する相手選手からしたらこの坂井宏樹を超えないといけないそしてそこでやっぱりレベルが1つ上がるのかと思っていてやっぱり、ね、この坂井宏樹は今後、えーね、J リーグ全体のまあサイドアタッカーとか、まあ、全体の,このレベルを上げてくれるのかって感、えー、というじがしておりますけれども、ね、そして、まあ、中野翔一の傘さ それもセンターバックで使われたりとかサイドバックで使われたりとかそこをねチームの,このねボールを持っている位置によって変わったりとかチームの流れによってね変わってくるんですけども基本的にはやっぱこう引いた位置でどうできるかという話ではあるんですけどもやっぱりこうね空中戦での強さとかまあこのボールの読みとかボールの運び方とかいろんなところで見ていると多分この選手大きなミスはせずそつなくこなしながらもまあダイナミックに大体攻め上がっていくとかそういうプレーが売りの選手なのかなと改めて感じましたけどもねそしてまあ負ける気はしないです。僕は 今の浦和レッズ見てて負ける気はしないんですがなかなか勝つのも難しいという現状という話感じで僕は受け取っています本当多分、うん、大量失点で負けるゲームっていうのは多分、えー、減っていくと思いますね本当ね取られても1点とかそういうゲーム硬いゲームが、えー、続くと思いますだから本当、ね、守備よりも攻撃のところに重点を置いてさどうやって改善していくかっていうのが、えー、鍵になってくると思いますよねそして、まあ、あとやっぱりリカルド監督のも理想としてやっぱボール持っているときは3 2, −そしてボール持っていないときは守備のときは4四4 2でやっていきたいというのが多分やっぱ見えてきたな。 ててはっききりり明確化してきたという感じがありますこれ前から言われていたので改めて言う話ではないのかもしれませんけども要はこちらでございますねで最近これよく使うんですけどもまた表を使っての説明になってくるんですけどもこれメンバーは一応昨日のメンバーでございますまあ、これ僕の勝手な、えー、まあ個人的な考えで見解でございますので絶対こうやって言うとか正解というわけではいないんですけども一応やっぱりボール持っている時自分たちがボールを持っている時は右肩上がりの可変まあ325ですねショルツ、マキのそしてサイドバックの宇賀神選手が1つ下がって、まあ、センターバックストッパーの位置で降りてくる。もしくはここは伊藤 選手が降りてきてもいいのかって感じが、うん、しておりますけれどもね伊藤選手が、まあえーまあ、センターバックの左に落ちてきてそして、えー、宇賀神がまあ偽サイドバックじゃないですけども、ね、少し中でプレーするみたいなことも、えー、降ってくる可能性も今後あるというかそれが多分理想なのかって感じが、えー、しておりますねそして酒、まあえー、井宏樹と大久保選手がまあウィングバックのような形ですね高い位置をとるそしてで、まあ、前線の形でとるとまあこういう形です、ねまあ、3 2の5のの部分にはなってくるんですけども酒、まあ、井宏樹がサイドバックから1列上がってウィングバック化してまあ高い位置を取るとそして左サイドハーフの大久保は去 そのまままでございますけど左サイドハーフとしてまあプレーする、まあ、ウィングバックのような形で、えー、プレーをする、そしてま酒井宏樹に押し出されるより右サイドハーフだった関根選手が中に絞って右のシャドウ、そしてトップ下の位置にいた小泉選手がまあ左極力左によってプレーをする、そしてまあワントップユンカーと絡んでいくみたいなこの325の形、結構この、ね、も325の形で攻めようというのはもうこれもうせ世界の流れで、えー、ございまして、多分 J リーグでもこの325の形、まあ、横浜 F マイルスとかもそうなんですけども、もやっぱり自分たちでボールを持って押し込んでいく中、チームは325の形で極力。 え攻めていこうというのがまあ主流でなっております裏はもこの形を目指してはいると思うんですけども、なかなかこういう形にまだいけない、要はやっぱりさっきも途中で言ったんですけども、ボールポゼッション率がどうしても低いので、まあ、ボールを持っていない時間の方が今の裏って長いんですね。で、ボールを持っていない時間が長いと、やっぱり4、4、2の形とか、まあ、4、5、1の形で守る時間が長くなる、まあまあ、本当は4、4、2で守りだと思うんですけども、ちょっとチームとして引きすぎている部分がある、そしてまあ4、5、1になってしまうと、守備は硬くなるけども、その後なかなかね攻め上がれないというのが問題 が出てくるんで、極力4あ4 − 2になりたいとこういうまあえっと3 2 5 3 2 5の形を作っていくことによってま全体がコンパクトになる、はえしっかり中盤とこのまあ前線のギャップがなくなってセカンドボールの解消もえできるんですけど、もなかなかこの形にいけていない、今の裏和レッツってこう3 2 5になろうとしているんですけど、もちょっとこう立ち位置がなうまくなりきれていないのか、セカンドボールの解消もうまくいけていない、そこのちょっとね立ち位置の問題もあって押し込めていないのかって感じがしておりますけど、後ろはしっかり回しています。この えーとまあ牧野選手、ショルツ選手の間に平野選手が降りてきたりとか、そこはまあ臨機応変にやっているんですけども、も、まあ、後ろは回るんですけども、もしかしまあこの、例えば平野選手はこの形でいうと、平野選手が少し降りた時に関根選手も少しまあ降りてくる、そしてまあ間で受けるみたいな、まあ、この間、江坂選手、昨日の江坂選手が一旦降りてきて、ショルツとの,この縦,縦関係になるシーンがありました、ああいうシーンが増えればいいんですけども、も一つだから、裏技の課題として、はまあ平野選手もも,もちろん、この位置に常にいるわけじゃなくて、まあ、一列降りてきて、でまあこのセンターバックの間でボール回してとか、そういうプレーが多くなるわけで、 まだから平野選手が結構まあこのね上下関係が大事になってくるんですけど平野選手が降りたときに関根もちょっとついて降りてほしいんですけどもちょっとこのね前線の動きが悪いのかちょっと降りてくるタイミングが悪いのか分かりませんけどやっぱり理想はこうボールを持ちつつも昨日の江坂選手前半、後半か後半最初の方の江坂選手のようにこうまいこと降りてきて初列の縦パスを受けるみたいなことができればいいんですけどもちょっと前線の選手の動きまあ平野が降りたらちょっと自分も関根も降りるみたいな形でまあこの距離感がしっかりしてくればえまあパスを回るのかって感じが しておりますけれどもさ多分こういう形を目指して今後やっていくと思いますのでさ、どうなるかということございまして、もっと期待していきたいと思いますけれどもね。はいえー、ということで以上になります、結構今回はね珍しくと言いますか、ですねまあえー、レビューとかプレビューは前向きにいきたいんですけども、しかし今振り返るときはちゃんとね、えー、思ったことは言わんといかんちゅう話でございまして、途中でちょっとね、まあ、うーんって感じのもやっとする話もしましたけれども、まあこういうことでございますね。はい本当、次川崎さんありますそこ向けて頑張ってほしいと思います。はい、まあ、雑談ですね、これまあサッカーの話は終わるので、まあ、ここで、えー、もう、えー、サッカーの話だけでお腹いっぱいでという方、えー、ここでまあ、えー、もう大丈夫でございます。 雑談になっていくんですけども、まあ、質問箱に届いていた、えーまあ、お便りといいますかです、ね、質問の中で人生で一番頑張った瞬間って何ですかという話であるんですけどもやっぱりダイエットですねこれ最初は言ったんですけども、えー、僕身長が1 6 3センチとかしかないんですけども体重がピークで78とか7 9キロぐらいあった時があって本当デブだったんです本当首がなかったんですね本当、えー、首がないぐらいデブではあったんですけども、まあ、一人暮らし始めてですねそこからまあ体重が減り始めました、まあ、やっぱり家 実家にいるとやっぱりめ飯をいっぱい食わせるという話でございましてこう、ね、飯のコントロール、食事のコントロールを1人暮らしに,、えー、1人暮らしになることによってです、ね、飯のコントロールができるようになって、こう体重管理ができるようになってもう、なかなか体重も落ちなかったんですけど、真夏ですね、のでのね、基本35度とかの時にきに、まあ、長袖3枚、まあ、長袖2枚着て、その上にジャージ羽織るみたいな、そしてまあジャージもズボンのジャージも2枚着て走るみたいな、とにかく体を動かして汗をかかないかんのう話でございまして、んえー、そんんぐらい着込で みたいな感じで1、えー、日ほんとね、ね何キロも 5, 5、6キロぐらいですかね、ほんと長い時で10キロぐらい歩いたりとか走ったりとかしていまして、ね、運動毎日歩いたりとか走ったりとかしていたんですけども、そういうことがございまして、そこでほんと劇的に体重78キロから48まで結局下がったんですね、ほんとまあえー、30キロ近く下がったんですけども、まあ、その48キロぐらいになった時に僕、ぶっ倒れまして、ですねこう、えー、と,まあほんと栄養不足ですね、拒食症みたいになって、食ったものを全部吐いていたんですね、これ、本当にこれ、ね、指,指をこう、ね、喉のもにの喉元、喉に突っ込んでですね、 ゲロゲロ入っていたわけでございますけれども、えー、お食事中の方はご,ごめんなさいという話になってくるんですけど、えー、そういうことでございます、そこまでいくとやっぱりこう栄養出張になりまして、ですね、まあ、医者から10キロ減経という話でございますこれがだから12、3年ぐらい前の話になってくるんですけれどもで、まあ、医者から体重を増やせって言われて、まあ、48キロからまあ58キロまで増やしましたで、今はずっとまあ58キロ、ちょっと最近ね、このコロナの影響で運動不足で増えつつはあるんですけど、まあ、60、今 2, 2キロとか、62、3キロぐらいまで増えてはいるんですけれども、しかしまあ基本的にはこう、ね、まあ、ほ本当ピークの時き、まあ 78キロの時と比べると、マックス30キロぐらい落としたわけでございましてですね、まあ、そこが一番頑張った感じがしておりますけれどもね、はいえーと、これが一番僕の頑張った話でございますね。特に落ちはありませんけどもね、はい、以上、パラブン・ゼルブサッカーチャンネルの通知者の方、チャンネル登録よろしくお願いします。さらっ。